野中慎吾は、佐賀県神崎市出身の元プロ野球選手、宇藤良田。佐賀県神崎市出身。2001年に第73回選抜、第83回全国選手権と、春夏連続出場。ショートでの高い守備力と、センスと脚力、そして小柄ながらも、高校通算19本のホームランを放った。 思い切りのいいバッティングを評価され、プロのスカウトの注目を浴びることになる。2001年度ドラフト会議にて、日本ハムファイターズから5巡目指名を受けて入団。2002年にルーキーながらも終盤に一軍へ昇格し、9月23日の対ロッテ戦でダイソーとしてプロ初出場を果たす。10月5日の対近鉄戦でプロ初安打を記録。しかし、 2003年は一軍出場はなく、同年オフに横山道也との交換トレードで横浜ベイスターズへ移籍。スイッチヒッターに転向する。横浜時代2004年イースタンリーグの盗塁王を獲得。一軍でもダイソーで7試合に出場し3盗塁を記録。2005年はダイソー要員として一軍に定着し30試合に出場。 4月29日の対中日戦で遺跡後初打席に立ち、宇宙間を破るタイムリー三塁打を放った。2006年はイースタンリーグで2度目の投塁王を獲得するが、1軍では2試合のダイソー出場のみに終わった。2007年に監督就任した大谷明彦の勧めで、交流戦途中からスイッチから右打ちに戻した。シーズン前半は主にダイソー、守備固めで活躍。 後半からは、スタメン起用が大幅に増え、自己最多の79試合に出場し、チームトップの15盗塁を記録した。また、7月25日に、読売ジャイアンツの臨床班から、プロ初本塁打を放ち、7月28日には3、安打1盗塁2得点の活躍で、ヒーローインタビューを経験、出塁率は3割を超えるなど打力でもアピールした。二類種24試合、 遊撃手三32試合を守って、どちらのポジションでも安定した守備を見せ、出場機会を増やすため外野手も1試合守った。2008年は、前年の活躍からレギュラーダッシュが期待されたが、打撃成績などが思うように伸びずほとんどの成績で、前年を下回る結果となった。2009年は、わずか7試合の出場で、盗塁できずに盗塁失敗は2回。 2010年は36試合に出場し7盗塁を記録するも打席に立つ機会は少なく2年連続で無安打だった11月11日に一気との交換トレードで桑原健太郎とと共にオリックス・バファローズへ移籍背番号は横浜時代と同じ53に決まった2011年はダイソー要員として開幕一軍入りを果たすしかし 4月16日の対楽天戦で、同点の二塁走者として、ダイソーで出場するも、坂口とものヒットで、打球判断を誤って三塁に止まり、結局後続の凡退で同点に追いつけず試合に、敗れた。5月22日に登録抹消されて、以降は、後藤高村や大引き刑事ら内野陣が、安定し始めたのもあり、一軍に昇格することなくシーズンを終えた。 12試合の出場に止まり、打撃も3打席で1ギ打、2三振で3年連続無安打だった。2012年は外野手として登録され、前年同様に大層要員として開幕1軍入りを果たす。5月17日の対読売ジャイアンツ戦で、坂口ともが戦線離脱したのを受け、5月19日の対東京をヤクルトスワローズ戦で、 横浜時代の2010年4月23日の対ヤクルト戦以来遺跡後発のスタメン出場を果たすと第2打席で内野安打を放ち2008年9月5日以来1352日ぶりの安打を記録した1点を追う9回表の第4打席でも安打を放ち2007年9月2日以来1721日ぶりのマルチ安打を記録しその後の逆転劇で 結果的にチームの連敗を6で阻止する契機となり、1、2番打者として出場する機会が増えていき、5月25日の対広島東洋カープ戦では自己最多の1試合3盗塁をマークし、5月27日の DNA 戦では5年ぶりの3塁打も放っている。その後は74試合に出場してチーム最多の12盗塁をマークした。2013年は、 坂口の復帰や伊藤ヨ吉尾の加入もあり、一転してわずか6試合の出場に止まった。10月7日に球団から戦力外通告を受ける。引退後はトレーナーの養成専門学校に通いつつ、西ベースボールアカデミーの講師として活動。2016年から地元、神崎市の教育委員会の学校体育補助員に就任した。抜群の俊速で大イ要員などで、 出場機会の多い足のスペシャリスト。プロ野球界切手の瞬速とそれを生かした、守備範囲の広さが持ち味だが、ボーンヘッドが少なくない。長打は少ないが、内野安打は多い。トレードに関する話として、野中の担当スカウトであった、岩井がシーが、CLX の監督に就任するにあたり、どうしても諦めきれずに、日本ハムに譲ってくれと言ったという。2007年オフ。 ようやく講演会が発足した。地元の神崎市ではプロ入り決定直後から講演会を作ろうという話があったが、野中が気まじめな性格で一軍で活躍する選手になるまで待ってくださいとストップをかけていた。公表の身長は1 6 9トルとなっているが、実は1 6 7トルであることをファインイベントで告白している。ありがとうございます。